はい、どうも、こんにちは。今回ね、またデトロイトビカムヒューマン続きからやっていこうかなと思います。前回は、まあちょっと 別のゲームやったりちょっと時間空けてたから、まあはっきりは覚えてないんだけど、まあなんか大体暗かった気がする、前回は。カーラがすごい追われて、マーカスはなんか、ゴミ廃棄処理場、ゴミ処理場、なんていうの、廃棄場からさ、這い上がってきて、新しい生活を送るも、なんかこう、怪しい組織じゃないけどさ、裏路地を動いたりとかして、なんか、そう、今、ここにいるようにさ、うっすらマーカスが見えると思うけど、これがとりあえず下水道っていうか、その、地下に行ったから、ちょっと、探索していこうか。多分、着く気がするんだよな、そろそろ。多分、なんかどっか、進む気がする、多分。マーカス船多分ここで一旦、すぐ終わんじゃないかな、多分。どこいるよ？ん？あ、いたいたいた。こっちにいるのかな？あ、こっちか。なにこれ、こっち？あ、こっちか。電気つく？なにこれ？つけ、つけ、つけ。おー、怖え。もうホラーゲームやめろってマジで。めっちゃ怖いんだけど。え、怖い。え？え？めっちゃホラーゲームじゃない？これ。え？どこまで行けんのこれ。めっちゃ。ちょっと待って、あ、なんか、わかったよ、今。赤はないと。めっちゃホラーゲームなんだけど。あ、これで帰るのか。いや、近いな。ええー、もうやめてよー。え？いや、ホラーゲームじゃんって。何これ。 この視点ホラーゲームじゃん。え、怖い怖い怖い。何これ？視点操作バカむずいんだけど。これなんか見るとあったよね。なんかある？怖いって。だってがっつり落とすんじゃん。あ、でも、違うな、これ多分普通に部屋だな。こっちか、やっぱ。開かないな。え、マジで怖いんだけど。どっちから来た、俺。なになになに？何が？何やめてやめて。何何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 ？ホラーゲームじゃんって。え、これ、そうやって死ぬとかない？いや、ホラーゲーム ホラーゲームやりに来たんじゃないんだよ、俺は。いや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 。ホラーゲームやんて。マーカス頼むよ。何これ。いやーもう。こっちない、これ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 。うわっ。うわうわ、いけるいけるいける。え、どっち？動きづれえ。何これ。開かないね。じゃあこっちか。マーカス目が合ってる。マーカスなんか動かないんだけど、たまに。何これ。んかたまに動かないんだよな。うわ、開くじゃん。怖い。え、カメラがむずいわ。カメラがむずすぎる。
カメラがむずすぎて、カメラアングルが調査できねえ、操作できねえもん、このゲーム。怖いって。で、直進するよ、俺は。ボタン構えろ、ボタン構えろよ。ボタン構えろよ。ボタン。生きてる？マーカス生きてる？これ、あれかな？分岐したかな？今、慎重にしたら分、あれだったかな？別ルートだったかもしんないな。マーカス生きてる？大丈夫？めっちゃアンドロイドいる。見たことあるぞ。ジェリコへようこそ。あ、あいつじゃない？あれあれ。あれじゃない？あいつ。あ、これ1個しかねえわ ルート1個しかねえわ。1個しかねえ、ルート。あれだ。あいつじゃん、だから、社会的に排除されたアンドロイドとか変異体が集まってんじゃないの、ここに。だってあいつじゃん、人質に取ってたあいつじゃん。すげえアバーズだけど。お、警部？何しに来たんすか、警部。いや、お前が悪いよ。それはお前が悪いよ。それはハンクが悪いよ。警部補と和解する？これ別に、だって俺行かなくてもよくね？ 俺行かなくてもよくね？別に。俺行く必要ある、これ。って買ってきてくれるんじゃないの？給料1週間分すられたの覚えてるか？ん？おい、今回は違うっまたアイスて、オーケーやってるよ。俺が100倍保証してやるよ、間違いねうん。スキャン。ああ、なるほど。難しい。操作むずい。C60。デトロイト食品衛生認可。ああ、まあ、とりあえずだから、衛生的にいいってことか、単純に。あれ？あ、こいつか。ペドロ・アブタール、生年月日、2005年1月25日、無職、違法賭博詐欺。ああ、だから、犯罪者とちょっと、あれなんだ、やっぱ、仲いいじゃないけど。うん。1988年12月3日、事業主、逮捕抵抗、衛生規定の違反。なんだこの 大丈夫か、ハンク、この店。ハンカーだぞ、警部。まあ、知ってるよ。知ってる、知ってる。他ないかな？他ないかな？ないね。オッケーオッケー。わかった、乗るよ。よし、来た。なんか開けたね、今。後悔させねえって。まあ、ハンク、そういうことやってんだ。ったく何なんだ、人の言うこと聞きやしねえ。金魚の糞みてえに俺についてくんな。出ろって言われたもんだって。まあ、出ない選択肢もあったかもしんないけど、話進んでたから。昨日の謝罪。まあ、とりあえず。署での私の行動についてお詫びしたかったんです。あんなことを言うつもりでは。おいおい、お前、ごますり謝罪プログラムまでついてんのか当たり前っすよ、ハンクさん。ハンク兄さん。ってのは気が利くね。当たり前っすよ。ハンクの顔かわいいな、なんか。お前、ちゃんとこれ薬物入ってない、大丈夫？ハンバーグ、1680キロカロリーもあんの？やばいな。ちょっとそれはまずいな。1日の摂取カロリーぐらいなら、それは少ないか。XL サイダーのサイズのソーダ、710。カロリー高くない？総じて。ありがとよ。こんな高くないでしょ、多分。そいつ置いてくなよ。ああ、心配すんな。俺にべったりなんだ。ここはスキャンできない。いや、いいよ、じゃあ俺ついていくよ。兄さん。な。当たり前っすよ、兄さん。落ち着いていきますから。ギャンブル、コレステロール、友人、召し上がれ。友人聞こう女とは言いたくないんですが、か。うん。
あなたのお友達は違法行為に手を染めているようです。みんな生きるために必死なんだよ。迷惑かけてなきゃ別に。かわいいな、なんかハンクの顔かわいくない。なんか食習慣、コレステロールでも空いたからな。せっかくその食事のカロリーは1日の推奨摂取量の 1.4 倍ですよ。それにコレステロールも2倍です、うん、バカ高かったもんカロリー。どうせいつかは死ぬんだ。ハンクでよく上がっていくの。なんでこれ上がっていくの。なんでこれで上がるの。高速に高速って。今朝変異体を追っていた時、うん、なぜ渡るなと言ったんですか。そりゃ死んじまうからだろ。おい、備品破損の報告書を書くのはごめんだからな。備品破損、まあそうだよな。コナンについて。私について知りたいことはあるわけ。ああ、いや、ある。何？なんでお前はそんな間抜けな見た目と声にされたんだ。兄さん。人間と共存できるようデザインされています。私の声と容姿は社会に溶け込めるようデザインされているはずです。いや、失敗だな。兄さんやめてくださいちょっと。個人的なことを聞いてもいいですか。はい。なぜそんなにアンドロイドを嫌うんですよ。なんかあったんじゃないの。だから普通に。いろいろ分けありでも。そうだね、やっぱ言いたい。変異体の情報を共有しておきましょう。そりゃ助かるね。どうぞ。彼らは機体のソフトウェアに発現した何らかの変異に誘引され、うん、人間の感情を模倣し始めるんです。ああ、そういうことか。変異体っていうのは実際には感情ではありません、うん、非合理的な指示に制圧されたことで、うん、予期せぬ行動を引き起こしているんです。なるほどね。感情ってのは厄介なもんさ。そうっすね、やっぱ俺たちはそう違わないのかもな。前も変異体の操作を。あれ、どうした。あー、これか。数ヶ月前、ある変異体が屋上で少女を人質に取ったんです。うん、少女は私が救った。まあ2回ぐらい死んだけどね。どうせお前のことだから、うん、俺のこと調べ上げてんだろ。いや、まあ真実すごい言うよ。学校を首席で卒業し、事件で名を挙げデトロイトで最年少の警部補に昇進しました。ですがあなたはここ数年の間に幾度も懲戒処分を受け。嘘はつけないよ。だってリビタルようになった。これがアンドロイドなんだから。だから何だってんだ。誠実に、まあ誠実によ。問題を抱えている人との仕事はおそらく一筋縄ではいかないでしょう。ですが私は人間のランダムな行動なんかちょっと言い方が鼻につくな。めっちゃウィンクするやん、めっちゃウィンクするやん。お前、新しい事件の報告が入りました、うん、このすぐ先です。見に行きませんか。情報入るんだ。もうそれは行った方がいいな。ラジオで聞くよりマシだもんな。兄さん、なんか動きが自然だよな今のやつも。バッテリーでも切れたか。すみません、サイバーライフに報告していました。うん。お前ずっとエレベーターにいるつもりか。いえ、行きます。行きます。行かせてください。容疑者を尋問する。また尋問すんの。で、男の情報。また尋問すんの。嫌だよ。近所の住人から妙な物音が部屋から聞こえている。あ、いけないのかな。違う。あ、オッケー、ついていく、ついていく。ただ、また物騒な場所来たな。この目撃情報があります。うん。あったく、人手が足りないってのに一。カワラバとさまざまな力形成羽。物音がしたってだけで操作してられるか。スキャン。落ちないか。じゃあ行こうか、尋問。行きましょうか。じゃあ警部、エレベーターで報告を送ってたのか。そうです。うん、すみません、開けろ、デトロイト死刑だ。そうプログラムされてんだ。下がってろ。はい。かっこいい。警部かっこいいな。
あ、あいつ行っていいんだ。ごめん。行くわ、じゃあ。ハンクかっけえわ。この先？容疑者を尋問する。あー、この先っぽいね。行っていいですか、じゃあ僕。行くよ、じゃあ。行けないんだけど。わー、ごめんって。なになになに？そっちかよ。何なんだこりゃ。アパート調べる。あー、ありますね、調べる箇所が。何個か。行かせてもらおう。めっちゃ問い寄るじゃん。ひでえ匂いだ、畜生。やば、ごめんね、みんな。UFD。アーバン。何これ。都市農園のポスター。エーカー通り、都心部の農園。アーバンファームズオブデート、で、ん？デトロイトか。デトロイトだ。指紋？何これ。 100% リサイクルペーパー。最近剥がされた。最近剥がされた。みたいだな。あ、だからどっか行こうとしたのかな。あ、この下に、まさか。ありますね。これ、しょっぱに行くべきじゃなかったかな。何これ、何これ、プログラムみたいな。プログラムっていうか、なんか、IC チップみたいな。何字これ。なんかあったか。言わないのかな、隠したってことは。ええ、多分。ああ、はい、言うんだ。のようですが、ただ、判読できない。めっちゃ鳥いんじゃん。何？何があんの？息が詰まるぜ。ハトポッポ多いな、ハトポッポが。どっか行けよ、お前らも。定住すんなし。あ、なんか開ける。いや、絶対腐ってるじゃん。絶対腐ってるもん、こんなの。あ、ないんだ。食事を取っていない。食事を取っていない。あ、アンドロイドってことか、まさか。おいおい。いや、でも、なんかあるよ。ん？容疑者は野生動物に興味を持っていた。絶対アンドロイドじゃん。変異体が人間らしいってなったら、もうね、そういう動物に興味持つってことは、大切だから。ん？こっちが光ってなかった、今。光ってないか。これは？何これ？あ！運転免許証、ルパート・トラビス、偽造。偽造の運転免許ですね。偽造 ID を使っていた。あ、じゃあ普通に人間なんだ。報告はあったな。よくわかんねえな。ミリタリージャケット、RT、ああ、まあ。RT、イニシャルでしょう。RT。あ、お酒あんねん。幼稚園児じゃあるまいし。あ、 RA ないんだ。これはどういう意味だ。 RA ない。言ってたね、あいつも。2471箇所も壁に書かれています。オーディスのアンドロイドが浴室に書いたものと同じだ、うん、変異体シリーズだね、これは。取り憑かれたように。これはまるで迷路みたいだな。あ、偽造の運転免許証、そういうことか。だからアンドロイドが人に化けるために偽造の運転免許証作ったんじゃないの。そういうことかな。先にこっち見ていいかな、ちょっと。何これ。何これ。何これ。なめんなって、汚いって。あ、ブルーブロッドだ。あ、外した跡があるね。セーター部品。シンクに LED が。うん。やっぱりな、そりゃそうだろう。ハトと暮らせるなんて人間じゃない。え、じゃあ、やっぱそっか、偽造で運転免許証作ったんだ。容疑者ってか、アンドロイドが。人に化けるために。木製水、最近倒された鳥類の糞の痕跡。何使ったんだろう。また店長いいのかな。まだ湿っている。最近使用されたなら言うんじゃないの。 RNA 書くために使ったのかな。あ、再現か。ごめん、忘れてた。 R2。 あ、書いてたんだ。容疑者最近までここにいた。
積んでもらう。コナー見てんね。書いてる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 。ん？なんか怪しいな。あ、こけた。あ、てかあれか。デトロイト死刑だって言われて焦ったんじゃない？容疑者リビング逃げていった。うん。だからこれさ、焦るってことはデトロイト死刑楽しいんじゃない？だって。あ、なんかある。いや、ないよね。こう来て、デトロイト死刑だ。やーべーやーべーやーべー。やーべーって、やばい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 。やばいやろ。多分。ってことは、こっちなんかまだ痕跡があるはずじゃ。あるね。なんか今出た。騒音の原因。騒音の原因？あ、なんかついてる、指紋が。指紋、鳥類の糞の指紋ってことは、人間もいるのか。鉄のフック。ん？どういうことだ？わかんねえ。人もいるな、指紋ってことは。引っかき傷、最近のもの。再現。お、やべえやべえやべえ、次でしょ、だってこれ。ああ、なるほど。やべやべ、ぶつかって、落ちた。で？どこだ？どこだ？あ、これか。容疑者は我々の侵入に気づいた。我々の侵入に気づいた？ああ、このアパートに来たってことかな。で？容疑者はまだここにいる。結論出たね。あ、だから RNA 書いてたら、デトロイト死刑が来たから、やべやべ、逃げなきゃ逃げなきゃ、やばいやばいやばい、やばいやばい、あー、どうしようどうしよう、あー、いる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 わ、いるわ、いるわ、やばいやばい、いる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 わ、いるわ、とりあえずこっち逃げようってことか。また天井か。また天井ですか。皆さん、天井が習慣かな、これ。来た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 。ポケットしてる。やつ追え。待て待て、俺大丈夫。アナログスティック、アナログスティック。よし。いや、これはだってこいつらで捕まえてもいいでしょ。行くぞ。俺行くからな。で、これボタン、これあれに。早いがリスクが高い。楽だか時間から早いがリスクが高い。いや、こっちでしょ。あれに。バランスだけやろ。はい、がリスク高い。はい、早いでしょ。はい、はい。頑張れ。コナ、頑張れ。コナ、コナ、頑張れ。あれに。ダイレクトが込み上がってる。安全な迂回路。安全でしょ、やっぱ。待つ。待つ。あー、これで大丈夫か。待って、待って。捕まえて、捕まえてよ、みんな。待つ。みんな、捕まえてよ。どこ行った？どこ行った、どこ行った、あ、いた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 、どこ行った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 って、は、どうやって行った、あいつ、やばいやばいやばい、あれに、あいがリスクが高い、早い方行こう、こっちこっちこっち、あれに、早いがリスクが高い、ここがこっちか、行こう行こう行こう、もう結構時間かかってるから、どっち、あ、いるいるいるわ、やばいやばいやばい、いや、頑張れ頑張れ、がコナン頑張れ、コナン危ない危ない、電車、あ、電車、待つ、お、乗ってるね、いいね、いい戦い始まってんね、冗談きついぜ、てかハンクも早えな、待つ、ハンクも来んのだいぶ早くないか、俺、いけ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 、いや、ごめん、まあ、ごめん、忘れてた忘れてた、ごめんって、こっちか、待つ、一個捕まえたい捕まえたい、俺頑張って捕まえたい、こいつ、あいつスタミナ長いな、あれにダイレクト、安全だから時間かかる、いや、ダイレクトでしょ、行こう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 、どうやって行く、どっち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 、あれに、何これ、待つ、ま、るこっちか、どっち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 よ、どっちどっち、こっちでいいの、どっち、あ、いた、捕まったよ、ハンク、ハンク危ない、
どっち生産率 90%。 いやーこれはむずい。いや俺はハンクを救いたい。くそ、まあ、ちくしょう。もう少しで。くそ、私のせいです。もっと急いでいれば。俺が足引っ張ったんだよハンク。ごめん。てかもう俺のコーナー異常ばっかだな。どう大丈夫かな。マジ有能っす。ハンク早いな。くんのお前俺より早いって相当早いぞハンク。おいこら。何なんでもない。ありがとうって言おうとしたのかな。ありがとうって。いやハンクの生産率 89% ってどういうことだったんだろうな。あれハンク自力でも起き上がれたってことかな。じゃあハンクを救えてトロフィーが出た。逃げられた。これハンクを救う選ばなかったのが始まってたのか。いやでもでもここで止まるってことは捕まえられてないんじゃないか。わかんないけど。ルパートはハンクを押す。無理だったなあ。カーラはってか、はっ、ここで一旦あれだ、セーブ来ると思うから、ここで一旦切るわ。逃亡者、君と同じだ。俺はジョシュ、サイモンだ。ノースよ。まあ、全部消えると思う、多分。だけが道をたどれると分かっていたのか。仲間のみがジェリコを見つけた。いいね、いいじゃん、いいじゃん。収集を解読したなら、仲間が君に鍵を渡したってこと。もらったもらった。これ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 。俺たちが自由に暮らせる場所。ジェリコだ。自由。いやー、まあ、自由。生き延びるために隠れる。それが自由だっていうのか。人間は残忍だ。生き残るには隠れるしかない。まあトラウマ背負ってるからねこいつらは。どこにもないわ。ここにいることがバレれば殺される。アンドロイドについて。何人いるんだ。まだ稼働しているのは19人。他の人は逃亡中に損傷した。ああ。みんなジェリコを目指すけれど、たどり着けないんだ。ああ。人間たちのせいで。そっか。君の気持ちはわかるよ。でもここにいる方がずっと自由だ。自由。あ、率直な意見行こう。何かが起こるまで待つだけ。そんなのは自由じゃない。君も迷子なんだね。でも今はこれで我慢するしかない。まあまだそれはそうだよ。確かにそれはそう。え、俺他に聞きたかったことあったのに。好きなだけここにいるといい。みんな何すんの。みんな何すんの。みんなこんな暗いとこで。きっと助けてくれる。何これ。一人一人俺に語りかけてどっか行くわ。休む。ルーシーを探す。ジェリコを探索する。あ、でもセーブ来ねえ。やべえな。まあ、どうせぶつづけとるから、じゃあここで一旦切るわ。じゃあ話した。